やばいレシピ紹介します。今日はこちらの新じゃがを使って SNS で話題のモンゼスポテトフライ、こちらを作っていく。やめろ。じゃあまずはこの新じゃがを洗っていく。はっ、洗い終わりました。洗った新じゃがをこの包丁で半分に切っていく。部屋の外でやんじゃねえ。はい、切り終わりました。じゃあお次はこれにラップをふんわりかけて600ワットのレンジで8分チンしていく。部屋の前レンチン終わりました。ホクホクだぜ。蒸す。次はこれを潰していくんですけども、コップを用意していく。いらねえだろ。コップを用意しました。でこれをラップに巻いていくんですけども、その前にまず今更だけど手袋を履いていく。いらっしゃあ、手袋を履き終わりました。ということで次は左手も履いていく。一気にやる。左手袋はめたんですけど避けちゃいました。なんだ、いらねえだろ、そのコップ巻いていく。早く終わってくれ。何、コップでこのポテトを潰していく。よくわかんなんでこっち見んだろ。ラスト1個潰していく。何個潰してんだよお前。潰し終わりました。なんだよ。それではここに片面だけ片栗粉をまぶしていく。まだあんの。片栗粉を忘れたんで下の階に取りに行く。持ってきた。片栗粉をまぶしたいんですけど、このままだとお皿が小さすぎるので大きいお皿に移し替えていく。いるかそれ。お次はこの片栗粉を片面だけまぶしていく。無駄が多いなお前さ。まぶし終わったんで鳴らしていく。いやね。これでポテトの下ごしらえは済んだんでお鍋を用意していく。何や。よいしょ。油を用意していく。やめろって。おい、フィルムを剥がしていく。やめよ。油、油違うぞ。開けんのは違うだろお前。油を開けていく。ポテトを入れていきます。お前、ポテトを入れ終わったらこれがひたひたになるくらい油を入れていく。ダメや、入れすぎ。いやもう ポテチはやばい。マジでやめて。いってひたひたになるくらい油を入れたら弱火でじっくりと加熱していく。何してんだよ。ガスが切れたので交換していく。おい、下の階に行ったけど替えのガスがなかったので近くのスーパーまで買いに行く。足りーだ。おい、何の時間だこれ。何やってんだよ。あいつどこ行ったんだよ。ガス待ち。ガス待ちさせん。ガス買ってきました。じゃあこれをセットして点火していく。じゃあこれを火にかけていくけど、その前についでに買ってきたコーヒーを飲んでいく。余計な買い物。その工程いらねえだろ。なんでちょっと蓋を閉めていく。いや長えな。俺片手までやんねえよお前。揚げが長えな。ずっと無視すんなって。だから何この油が揚げる音のだけの時間聞いてらんないよこんなの。使い終わった食器を片付けていく。いや、芋が鍋にこびりついていく。無駄な報告だな。いらねえよそんなの。普通に料理下手なやつじゃないか。ただのなんで見てんだこっち。喋ろよお前。なんか油飛ぶなこれまた。でこいつ本当に喋んねえじゃねえか。なんでやりとりしてくんねえんだよ。お前もやることなくなってんじゃねえか。ただ待つだけで。コーヒーの成分みんなまだまだかかっていく。何をイメージしてんのお前。そんなバンダナつけてるやついねえぞお前。タンクトップあんま適さないよ揚げ物に。足すことある。こっちみんな集中しろ。みんじゃねえ。集中しろよお前。揚げ物やってんだから集中しろよ。今俺の方が見てるからね今。俺集中しろって。なんでこんな長いんだよ。お過去一長いぞお前。お前も分かってなかったのか。こんなかかるって長すぎんだろお前。一回も喋ってねえぞお前。ちょっと待って、待てって。おいもうやめろよお前。痛いよ。痛い。いやーなんでだよ。なんで手あげられなきゃいけないの俺。俺責められる理由ない。手袋をはめていく。いらねえだろって。だからそれなんで外してんだよお前。一回もう少し上げていく。長いだお前。喋るんだ。喋れよ早くよお前。無視すんな。おい肝タンクトップ。おい肝トップハゲ肝トップ喋るんだろうが。喋ってみろよお前。
ずっとよ、ずっと開けてよ、本当に何にも何も上がんねえよ、お前のうだつ上がんねえのによ、お前本当にポテトばっか上げやがって全然上がんねえじゃん、お前のいつ上げんだ、投げんだよ、ノルマちょ、キャーッもう訴えます、俺もう訴える、お前を結構ガツリだったの今僕失礼だったもう許せない、しかも俺空だと思ったら割と入ってた、割と入ってた今そうだよね、普通にバットじゃん、もうこれ普通に金属バットと同じ痛かったよ今、もう匂いはすごいな、うわ、だいぶいい感じに上がってきたんで最後少し火を強めていく、まだやんの、油の匂いすごいわ、じゃあいい感じに上がってきたんで、じゃあいい感じに上がってきたんで火を止めて油を切っていく、なんで2回言ったんだよ、なんで2回言ってんだよ、甘噛みしたから、甘噛みやり直すなよお前早く、うーわ、もう終わってくれ、気もそう、めちゃくちゃ長えわ、何してんだずっと落ちたぞ今一個、上がったポテトをお皿に移していくいいよもうそれは流れでやれよ、サクサク干し椎茸、これをちょっと塩をかけていく、いやいやもう早く終わって、できました、悶絶ポテトフライの完成だ、今一瞬忘れてたのよタイトル忘れてたろお前、お分かりよ、俺が食いの食って、俺が食って俺なのこれ、お分かりよ、お前じゃないの普通食うのびっくりしたわ今、太郎ちょっと待てよお前、長えしよ、サリ、いやすげえなこれ、なんで前に俺いやここまで来る、あれベタベタだな、ここら辺ここら辺ベタベタだな、おいずっと油すごいぞマジ、ここヌルヌルだぞお前、お分かりよ、なんだよこれ、うわめちゃくちゃうめえなこれ、すげえうめえわ、なんだこれめっちゃうまっ、みんなも作った方がいい。